はい、井田家の食卓にようこそ。お母さん。お父さん。はい、どうもどうもどうも、いつもお世話になっております。いや、こちらこそ本当はい、に。僕ら夫婦で喋っててもね、なんか難しい感じなんでね。とっととゲスト呼びましょう呼びか。ましょうか。そうですね。はい。息子。はい。せいちゃん。はいはい。はい、はい、座って。はい、座って座って。失礼します。はい。はい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 、はい。息子のせいちゃんです。はい、正吉です。一応ちゃんと。自己紹介して、井田誠吉役の田中龍我です。よろしくお願いします。せいちゃん袖踏んでるわ。ごめんなさい。すみません。ちゃんとカメラ見て。はい。近い近い。どうよ、どう。もうすぐ君千秋楽を迎えるわけなんだけど。そうですね。あと18回これ撮ってる時18回なんで。そうね。そんなの指折り数えてんの？まあもう数えちゃうよね。カウントダウンしちゃうよね。もうあとちょっとだからと思うんですけど、まあうまくいかないですね。どうしたどうした どうした どうした急に。ここまで来てもいやなんか舞台まあ150回以上今踏んでるわけなんですけど、そんだけ踏んでても。毎日うまくいくと思ったら大間違いだよ。そうだな、っていうかね、真面目か。いやいやいや真面目なんですよ。そうだな、うちの息子は真面目、がいい。真面目がいい。真面目がチャームポイントだよ。そうだよ。そうだな、そんな悩むことないよ。適当でいいよ、適当で。適当は良くない。はい、適当は良くない。そうね、私せいちゃんにね聞きたいことがあって、今回まあ初主演、舞台に立つのに主演をやるのは初でしょ。初です。どうだったの最初、何オーディション合格しましたみたいな連絡が。僕は事務所から社長から聞いたんですけど、最初は受かったかもよみたいな話かも、すごいすごいグレーゾーンな感じ。そうなんですよ、多分ダメだと思うけど受けてみたらって言われて受けて、で受けてその結果発表があるっていう日に連絡が来なくて、落ちたなと思ってたんですけど、そしたらしばらくしてから社長から電話が来て、受かったかもよみたいなことがあって、このタイミングで受かったかもよっていうことは落ちる可能性の方が圧倒的に高いなと僕の中で思ってて、もう落ちたつもりでしばらく待ってたら、もう本当にギリギリのタイミングで主役決まったみたいなことを言われて、僕はずっと嘘だと思ってたので、ここに来るまで嘘だと思ってます。ちょっと早く、もっと早く信じよう。いや本当になんかもっと早めに覚悟した方がいい。そうだね、そうだね、もしかしたらぐらいに思ってましたけど。もう主役やってるっていう覚悟はちゃんとやってる？覚悟は持ってやってる。よかったよかったよかった。覚悟主役だからね。覚悟だけ持ってるんですけど。じゃああれだね、ちょっとドキドキしながら来たってことだね。ドキドキしてました。主役ね、まあまださお若いし、舞台経験もねそんなにあまりないって言ってたじゃない。そこへいきなり主演って言われるってどういう気持ちなのかなと思って。あ、お母さん、思い出した思い出した。3月の東京で読み合わせした時にふわふわしてた。なんかねふわふわしてた確か。ここはどこ、僕何してるんだろうぐらいな。そう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 、いきなりしかもね雑誌のね取材とかされてね。ああ、はい、すごいふわふわしてた。あ、確かに。もう僕はもう一番最初に元気さんにお会いした時から元気さんにお世話になってました。本当に。そんなことはないよ。いや本当本当にありがとうございます。いいんだよいいんだよいいんだよ。いつもお世話になってるお二方なので、僕はしてないとね。嘘だよ嘘。ちょっとお母さんも付け加えてくれて。いやいや、本当にありがとうございます。まあそんなお父さんからも質問があるんだけど、はい。ぶっちゃけさ、はい。誠吉っていう役と、はい。君田中君っていう人間に境界線あるの？境界線。結構お客様にも言われるでしょ。言われますね。田中君そのものだねみたいな。なくはないですけど、明確にこれはこうっていうのはあえて決めてはないですね。なんというか、その正吉は実は左利きだったとか、そういう細かいことを決めて、そういうのではなくて、なんというか境界線みたいなものを自分で決めると、なんかかけ離れていっちゃうのかなと思って。なるほど。最初そうやって作ろうかなと思ってた時期もあったんですけど、そうするよりとりあえず体当たりでぶつかってみてっていうのがいいのかなって思って、
それできっとね、リュウちゃんのその良さが聖吉にも出たっていうことなのね。わからないんですけどね。わかるよ。照れんなよ。いやもうそこはもう本当にわからないですね。僕はわからないことだらけ。だらけか。そうそうだらけ。おい。歌ってないから。そうそう。人の歌わかんないもん、ね。そうそう。お母さんそこ必死で着替えてるところ。僕お母さんの歌わかると思いますよ。歌ってごらん。せーの。黒い鳥からしか出てこない。黒い鳥なんてないし。黒い鳥はお母さん歌ってないよ。芋の歌だろ。どんだけ芋が好きなんだ。違うんです。あー嫉妬。黒い鳥じゃなくて、うん、ごめんなさいね。そうそう。あなたの夢、夢や、うんうん、結ばれること。まあ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 、いい加減だったということだね。意外とな、勇み足でした。そんなもんよ、うん、はい、そんなもんか。僕いつも聞いてんのにな。ありがとう。お父さんと一緒に。ありがとう。まあ、あの 花を噛んだりとかいろいろしてるからね、後ろでね。これから山登らなきゃいけないんでね。そっかそっかそっか、そうそうそう、山登りの準備をね。そう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 、大変なのよあれも本当に、うん、お母さん閉めて。お母さん閉める、うん、じゃあまあ最後は、まあ、お母さん閉めるというか、うん、まあ、田中君に閉めてもらえるんだけど、そうそう、締めの振りをりゅうちゃんにもらおうかな、うん、まあ、そのラスト、うん、今までの感謝の思いや、そうだ、ね、何か伝えたいことがあれば、うん、応援してくれたお客様に対してね、はい、何かメッセージをお願いします、うん、瀬戸内行進曲、今回初めて主演させていただいて、うん、本当毎日公演してるわけですけど、うん、最初から変わらず思ってることが一つあって、うん、僕はキャストの皆さんとスタッフの皆さん、うん、事務所の皆さん、うん、そしてお客様に支えられて、うん、今日までここまで来たんだなと常々思っています、うん、これからあと18回皆さんに、少しでも恩返しできるように、うん、一生懸命これからも努めてまいります。応援よろしくお願いします。いい子ですね。いやいやだね、出来すぎだね。いやいやもう、うん、本当にそれだけです、うん、ということでね、はい、まあ、そんな瀬戸内行進曲は、うん、まあ、彼が、まあ、残念ながらキャストチェンジしても、うん、来年の3月まで続きますので、はい、皆様どしどしご来場ください。お待ちしてます、はい、お待ちしてます。そしてリュウちゃんのこともね、今後ともよろしくお願いいたします。そうですね、あの応援してあげてください。はい、はい、それでは井田家の食卓でした。ありがとうございました。